湯川のほとりの温泉街田沢温泉は、長野県小さが田郡青木村にある温泉。国民保養温泉地。小宝の湯とも母乳の出が良くなるとも言われる。ぬるいお湯で、旅館によっては、浴用加熱しているが、共同浴場ではそのままで利用している。長時間入浴する人が多い。十間山東側に温泉地が存在する。石田民の道や、その両側に並ぶ。 木造建築の旅館など、ひなびた雰囲気の温泉地である。歓楽職は、ほとんどない。街中には、湯川のせせらぎが流れる。旅館は5軒存在する。共同浴場は1軒、地湯が存在する。また、くつろぎの湯という尊営の日帰り入浴施設も、存在する。映画、卓球温泉の舞台となった旅館は、当時のマスヤ旅館である。ただし、 温泉街の撮影は近隣の別所温泉で行われた。平家湯は飛鳥時代とも奈良時代とも言われ、当地で坂田金時が生まれたとの伝説も残る。島崎東村は当地のマスヤ旅館に登留し、千曲川のスケッチの一節、山の温泉を着想した。藤村が滞在した部屋は同旅館に現存する。1970年3月24日。 厚生省国時代60号により、靴掛け温泉とともに、国民保養温泉地に指定。共同浴場は2000年6月に改装された。国道143号、田沢温泉入り口。ありがとうございます。